こんにちは、速稼塾のここです。今日はこの封筒どこだか分かります？令和新選組から封筒が来ましたんで、ちょっと開けてみようかなと思いますね。まあ、定期的に来るんですよね、こういうのがね。はい、ざっとこうやってピンク色のね、令和って書いてます。これは何の要件だったかな。ちょっと開けてみますね。あ、これはね、寄付ですね。寄付金を出した時のものです。ちょっと金額がね、いやらしいんで、ちょっとこう閉じさせてもらう、閉じようがないな、どうしようかな。まあなんかで、すいません、寄付、この紙でね、紙ですいません、いやらしいんで、こうこんな感じでいいですかね。こういう風に来ますね。寄付としてっていう形で受け取りをいただいております。はい、寄付のお礼と領収書送付のお知らせでございます。まあいろいろと書いてますけども、こちらでは割愛させてもらいますね。本当にありがとうございます。令和新選組のスタッフさんがこういうの作って送ってくださいました。こちらね、領収書確かにいただきました。そして手書きのお手紙が入っております。こちら、まあ、手書きの印刷ですけどもね、こちらの方読んでみましょうか。あなたがお力を貸してくださるから、私が全力で走ることができています。地獄のような社会を変えるために力を尽くします。感謝、2020年、山本太郎ということで、去年書いてくださった手紙ですね。これ私、実はね、いただくの初めてじゃないんですよ。結局なんだかんだで、毎年、詐称ですけどもね、寄付をさせていただいて、この手紙のね、レターをいただいてます。まあですんで、前回も似たような動画撮ってると思いますけども、まあこのような形でね、まあ山本太郎さんをはじめとする令和新選組、本当にね、一人一人を大切にしてくれる、そんな国民の政党だと思っております。ただですね、ただですよ、ちょっとね、ウィークポイントを私から言わせていただくと、令和新選組は山本太郎さんの力がすっごく大きくって、もうほぼワンマンなんですよね。もちろんスタッフさんの働きもすごくありがたいものがあると思いますけども、ただ令和新選組といえばっていうことで名前が浮かんでくるのが山本太郎さんだけなんですよ。ほとんど他の方で、例えばN 国党か、 N 国党だったら上杉隆さんがいらっしゃったり、丸山穂高さんがいらっしゃったりとかね、浜田さんとかいらっしゃったりとか、ちょっと目立つ方がね、ポチポチいるんですよね。小さい政党ながらいるんですよ、名キャラクターが。しかし令和新選組ともなると、まあ船子さんとかね、木村さんとかいらっしゃるんですよね、参議院議員の国会議員さんがね。ただいまいちその、なんかこの人はこんな癖があるよねみたいなね。 N 国党の丸山穂高さんってなんか自分一人でなんか政党みたいな感じですよね。すごく面白いと、アジャースみたいなね、ボーナスアジャースと、300万アジャースみたいな書いてて、すごくユニークだなと思いますけどもね。あんな方とかね、上杉隆さんもまあ今でもジャーナリストみたいな感じですね、幹事長として活動されてますけども、本当それぞれが政党の代表してもいいぐらい、まあすごくね、表現豊かだなと思いますけども、ちょっと令和新選組の中には今一つね、その大西恒樹さんとかがちょっとそれだったかなとは思うんですけども、いらっしゃらないですからね、もうね、まあだからあれじゃないですかね、山本太郎さん以外のこのね、候補者さんとか党員さんもどんどん YouTube 発信して、でトークでね、目立っていくことができればまた違った角度で見れるのかなと思いますけどね。じゃあお前がやれよって言われそうですけどね、いや私に仲間に入れてもらえますかね、令和新選組と仲間たちみたいな感じで、私もね、山本太郎さんに協力するものの一人としてね、まあいつかは一緒に活動したいなと、政局に国会議員として乗り込んでいきたいなという気持ちはないことはないです。ただ私の動画の影響力では、まあ、当選することは難しいかなと思いますので、ますますこれからね、皆さんにいい情報を提供できるように頑張っていこうかと思います。そのための激励だと思って今回は受け取らせていただきます。ありがとうございました。